さあ、ラジオもどきでございます。今回のテーマは発売日の楽しみでございます。これに限った話ではないのですが、皆さんは例えば発売日を楽しみにするとか、今だとアップデートとかですかね、そういった楽しみはありますでしょうか。例えば、毎週1回の、アニメとかドラマとかもそうですね。スマートフォンゲームの、更新とかゲームの発売日などなど、いろいろなものが世に放たれ、そして消費者はそれを買うわけですが、最近ね、自分の中からそれがなくなってることに気づきましてね、というか他の人に言われるまで気づいてなくて、お前はなんかやってるようで一歩引いてダラダラやってる感じもあるんだよなみたいなこと言われまして、って思って思い返してみると、確かにそうだったんですよ。昔は結構ね、例えばその遊戯王カードとかあるじゃないですか。あとはそうですね、ポケモンとか新しいポケモン発表みたいなことが起こりうる、コロコロコミックの発売日付近とかになったらね、もう張り付いてたんですよ、情報。それこそあのコロコロコミックの発売日15日ぐらいですかねとか、ゲームの発売日とかはすげえそわそわして眠れないみたいな感じでウキウキだったんですけど、それがそういった当たり前のこともいつの間にか自分から抜け落ちてたみたいでね。いや、確かになんか退屈だなとか思いながら過ごす日々が増えてきてはいたんですけど、そういったそのメリハリがない、精神状況から来るところもあるのかなという。例えばスプラトゥーン1の時とか、武器のアップデートが来たら必ずその新しい武器で動画必死に作ってた感じあったんですけど、ハイドラとかきつかったね。あの遠くから一気にあのチャージして一気に放出するみたいな武器があるんですけど、とにかくゴリラのように突き進む私にとっては、その押し引きの駆け引きがめんどくさかったみたいで、そういった苦労もあったけども、でもその都度の更新を一つのなんて言うんですかね、天気っていうんですか、起承転結の天的な感じで、流れが変わって楽しんでた気はするんですが、確かに言われてみりゃそうかなという。最近の娯楽は割と日々更新されるパターンのものが増えてきていると思います。この情報がこう発達してくると、ちょくちょく小出しにして興味をそそり続けるっていうんですかね、話題を出し続ける、供給し続ける。動画投稿とかもそうですよね。あのなんやかんやね、たまには投稿休めとか言われることもありますが、案外ちょっと大きく期間が空いてしまうと容赦なく忘れ去られるのが現実でございます。なのでそういったところに刺激を感じていくっていうことが非常に重要なのかなと。いつぞや積みゲーの話をしましたね。買ったのはいいけどやってないみたいな、そういうのが増えてきたっていうのもありますが、そういう意味では悪化してるのかもしれない。もしも皆さんがそういった楽しみ、何でもいいんです、帰ってからまずは一杯のソルティーライチを飲むとか、そういった些細なことでも構わないんですが、何にせよそういったものを、ちょっと改めて大切にしておいてほしいなと。どうにもね、こんなの忘れ方わかんねえですよね。実際私もどうやってこう取り戻していこうか、今ちょっと頭抱えてましてね。ある意味で安定はしてるんですけど、安定しすぎてちょっと停滞しているのかもしれませんね。例えば歯医者とかはよく覚えるんですけどね。今週歯医者だわとか、メリハリではないですよね。死刑宣告かな。そういうのじゃないんですよね。ただそのゲームを楽しみにするとか、年を重ねるごとに所詮ゲームとか、まだゲームやっとんのかとか言われることも多分増えてくると思います。あんまり表でゲームしてるとは言いづらいとか、せいぜいスマートフォンゲーム、それでも課金してるとか言ったら白い目で見られたりとかね。何かとそういう風に結構ね、ネットも踏まえるといろいろな外部からの声も飛んできて、ちょっとモチベーション下がったりとかあるかもしれませんが、
ものを楽しみにするということはとても尊いことだと、大切なことだと思いますので、どうか大切に、はい。まあ決してこれ何て言うんでしょうね、悲しい話ではないんですけど、実際こうどないしましょっかという感じなんでね、さっきも言いましたが、うん。まあ何気ない日常にね、感謝するっていうのはたまに起こりうることでして、うん。まあせっかくやるなら全力で素直にやった方が多分楽しいんじゃないかなと、うん。なので、あとね、積みゲーとかも許さない方がいいと思います。積み重なっていくんです、少しずつ。これ買ってやらない、これ買ってやらないってなると、その後に出てくるゲームもとりあえず買っとくかみたいになっちゃうんですよ。やっぱやりきっておくことは大事ですね。うん。というわけで、なんかよくわからない反省会めいたものになってしまいましたが、私の今の楽しみってなんだろうね。ちょっと今必死に考えている。そうなんだよね。私スマートフォンゲーム、まあファイアーエンブレムなんですけど、来るかどうかわからないものを欲しすぎたかな、多分。で、多分現実に起こりうる、起こってるものの追加とかにいまいち反応が薄くなってしまった説はありますね。その本命をちょっと幻想に委ねすぎたか、うん。まあ結構こういった原作ありきのゲームだとあるかもしれませんね。例えばその水着キャラとかは定番だと思いますが、うん、フェイトグランドオーダーとかでもね、というか、もうこれに関してはどこにでもあると思います。例えばアストロフォの水着来ねえんだけどみたいな感じで、そっちばっかり意識してると、そう、今実装されているものを楽しむ気持ちを忘れてしまう、そういったところなのかもしれませんね。うん、まあ要するに現実見ろってことですかね。はい悲しいな、現実見たらそうないということを思い知るわけですが、うん、それでも改めて現実を見るってことは大事なのかもしれないみたいな、うん、前回の仮面ライダーから一転してね、若干哲学めいた話題でしたが、はい、うん、その雑誌とかでもいい、月曜日のジャンプでもいい、うん、それを楽しめる、うん、なんていうの、月曜日はこれだなみたいな、そういうのがあるだけでも違います。まああれです、そういったちょっとした変化からね、日常における楽しみ方を失うこともあるかもしれないので、どうかね、週一のジャンプとかは楽しみませよ。はい、というわけで終わりましょう。なんかうるせえな、カラカラうるせえぞ。あ、これベイブレードのスタジアムです。はい、うん、ベイブレードの楽しみも終わるよね。うん、新しいパーツが来たらすぐに回してカスタマイズするみたいな、最近買ってそのままのことも多いからね。うん、一回回して眺めて終わりみたいな、もったいねえよな。そこら辺から直していこう。はい、というわけで終わります。ありがとうございました。